です。冥府行くに。おいでくださいました。この浜松出世城祭りは昨年浜松市政100周年を記念し第1回目が開催され、今回は第2回目の開催となります。浜松市は若き日の徳川家康公が17年間過ごし、その町の天下取りの礎を築いた由緒ある地です。またこの時代に生涯最大の負け戦として歴史に刻まれた三方ヶ原の戦いが行われた地でもあります。徳川家康公は老獪豪傑といったイメージがありますが、浜松で過ごした当時の家康公は戦に向かう力強い武将の一面も見られます。武田軍が二俣城を攻め落とした後、三方ヶ原を抜け西に向かうのを家康公は自分の屋敷の裏口を大勢で踏み通ろうとして、それを屋敷の中にいながら出て行って咎めない者はいるであろうか、たとえ負けるとしても出て咎めるのが当然だとの理由から出陣し、三方ヶ原の戦いが始まったという記録が残っています。これは家康公が強敵にも堂々と正面から立ち向かい全力で戦った正気あふれる武将であったことを物語っていますが、この三方ヶ原の敗北により有能な武将を自分の身代わりとして失ったことから大きく人物が変わったと言われています。このことからも後の徳川幕府の礎を築いた歴史的に重要な地がこの浜松だったということができます。また浜松城は代々の城主の中から徳川幕府の老中などの要職についたものが多いとされたことから出世城と呼ばれています。今回浜松城公園内において浜松出世城祭りを開催することによって、この地における徳川家康公を再認識し、地域の歴史文化を伝えていくことができれば幸いです。それでは浜松出世城祭りを主催します浜松市鈴木康友市長からご挨拶をいただきたいと思います。鈴木市長、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。浜松出世城祭りにお集まりの多くの市民の皆さん、本当にご来場ありがとうございます。また本日出演をいただく皆さんには本当に心から感謝を申し上げたいと思います。今日一日私もこの格好を入れたくて浜松市長もとい徳川家康になりきってこの出世城祭りを盛り上げてまいりたいというふうに思います。実は徳川家康がご逝去されてから、間もなく400年になります。平成27年にちょうど400年を迎えるということで、今400年の家康公検証事業をやっていこうということで、浜松市をはじめ静岡市、
岡崎市、そして静岡県と癒し港にゆかりの深い自治体が今連携をいたしまして、さまざまな企画に取り組んでいるところでございます。先日は NHK にも行ってまいりまして、ぜひ平成27年には徳川家康公をテーマとした大河ドラマをやってほしいという陳情もしてまいりました。これから各市においてさまざまな企画を練っていくことになりますけれども、この出世城祭りもその中で大きな役割を果たす催しになるのかというふうに思います。昨年市政100周年の時に初めて催したこの企画も今年での皆様にご参加いただきまして非常に嬉しく思います。先ほど説明にもありました通り、この浜松城は出世城という異名を取っています。家康公が29歳から45歳まで17年間国王居城に、まさに天下統一に向けての基礎を築いた、礎を築いた、そんなお城でございます。江戸時代になってからも浜松城の城主を務めると必ず江戸に戻って出世をするということで、多くの城主が江戸幕府の領主をはじめとした要職に就きました。そうした出世を望んでわざわざ浜松の城主を買って出る、そんな方もいたそうであります。そうしたことから浜松城は大変縁起のいいお城として出世城というふうに呼ばれるようになりましたし、近世になってからも皆さんご存知の通り、この地から小倉総一郎さんをはじめあまたの産業人が輩出をされ、あるいは各界で活躍をする皆さんが輩出をされ、浜松はまさに出世の町として名を馳せているところであります。そんなことを今浜松市のシティプロモーションとして大いに全国に発信をしているところでございます。今日はその一環としてこの出世城祭り、この後火縄銃でありますとか弓矢の演舞でありますとか、もう本当に素晴らしい催しが数々繰り広げられますので、ぜひこのひととき皆さんも時空を超えて戦国時代に思いを馳せていただきたいというふうに思います。